包丁の方がさ全然切れないからさ待って待って卵の色やばないすごい牛鍋とさつまいもの味噌汁が完成しました。なわけで用意しておりますので紹介からしていきたいと思います。そのわけでですね、今回なぜこれを作ったのかと、これをだってさっきまで作っていた牛鍋を作ったかと言いますとですね、今ここに2人いるんだけど、危ない危ない、アクリルフィジュアン煉獄さんと、ここにも煉獄さんがおっと大きいいるんですけど、なんともうすぐあともう9日ですよ、5月10日は煉獄さんのお誕生日なんです。なので先ほど牛鍋を作る配信をさせていただきました。はい、なので紹介していきたいと思います。改めて紹介したいと思います。今回ちょっとね、箱がね売ってなくて、この箱も多分もう使えなくなっちゃう。これインテリアで使う箱なんですけど、その箱をですね、その箱に入れたら、まあ周りがさニスとか塗ってないから、完全に色が染み込んじゃってすごい汚い状態になったんですけれども、牛鍋弁当を作りました。ちょっと色が本当にここ落ちなくてやばいんですけどね。なわけでちょっと写りがやばいんですけど、で肉が赤身で薄く大きくじゃなかったので、ちょっと穴がボコボコ開いてるんですけれども、はい、こんな感じです。多分ね、これ牛鍋弁当作るのはね、この牛鍋で使われるものじゃなくて、すき焼きの肉の方が映えるなと思いました。怖っ。そんなわけでこちらが牛鍋弁当、煉獄さんが無限列車の中で11個食べたと言われているお弁当です。ちょっと見た目がやばいんですけど、一応卵もちゃんといい感じになってるよ、半熟みたいな感じです。からのお豆腐と紅生姜が入っているお弁当ですね。実際はお肉ががっつり詰まってて、でちょっとお豆腐とネギが入ってるみたいな感じなんですけど、こちらですね、からのこちらも作りました。煉獄さんはさつまいもの味噌汁が大好きということで、あーこれは汁物見せれない、こういう感じ、さつまいもの味噌汁です。ちょっと全然見せれないね、ちょっと汁があっちに行っちゃうな、そりゃそうか、こんな感じ、あー見せれない。なのでさつまいもの味噌汁、煉獄さんの好きなもの、そして5月10日はもうお誕生日なのでケーキも買ってきたのこれは私が食べたいがためにと思うかもしれないけど、今日は煉獄さんの誕生日を誰よりも早くお祝いしようということで、今日は作らせていただきました料理配信です。ありがとうございました。みんなね、私がさつまいもを切るところから、あこいつやべえなと思ったかもしれないんですけれども、なんとかできましたので、こちらをみんなと一緒に食べていきたいと思います。ね、お誕生日ですからね、歌います、なんて言うんだろうねなんて言うんだろう、言います。 Happy birthday to you、 寂しくなってくる。 Happy birthday to you、 Happy birthday dear 煉獄よろさん早い。 Happy birthday to you、 おめでとうございます。フライングかける100、ハッピーバースデーしました、おめでとうございます。そんなわけで皆さんも一緒に KP できたらいいと思います。いきますよ、なわけでおめでとうございます。乾杯うまっ。なわけでこの牛鍋弁当なんですが、江戸時代末期から明治大正とですね、牛鍋がものすごく東京で流行りまして、関西でも流行ったんですが、関西はすき焼き風が流行っておりました。東京はこういうタイプの味噌で作られた、味噌の味のする牛鍋が流行っておりまして、先ほどあれですね、謙信ですね、謙信も牛鍋を映画とかね、アニメかな作中でも食べてたと思うんですが、その牛鍋と同じ味になっております。その味を再現したものでございます。ネギも千葉さんにしましたし、お肉も赤もも肉という、昔よく食べられてたタイプのものにしましたし、味噌の味も、江戸の味
江戸が甘味噌なので甘味噌味にしまして、で作ってみました。でさつまいもも千葉の方にはなるんですけど、その時代大正時代とかだと川越と千葉の方でさつまいもがよく取れたので、多分そこから持ってきた芋を食べてたと思うので、そちらの方の芋にしまして、で出汁はいりこ出汁がその時代は主流だったのでいりこ出汁で作ったものになっております。お立ち上げでございます。二十歳で亡くなってしまったのは悲しいんですけども、私の中では生きております。恥ずかしい言ってて、で超調べたの、私こういうの調べるの大好きなんだけど、この時代の何を食べていたか、なんでそれがその時代に流行っていたかっていうのをすごい調べるのが好きで調べたんですけども、生卵そうその時代食べれてないよね。だから牛鍋は多分普通にこのまま食べてたから、見た目の色がやばいんですけど、本当に食べてたのはこの色の鍋をみんな食べてた感じですかね。そうそう、味噌にする場合は醤油の方もいたみたいですけどね。では夜ご飯牛鍋弁当とさつまいもの味噌汁食べたいと思います。いただきます。じゃあ先に味噌汁いただきますか。もうお芋がほぼほぼ焼き芋みたいになってたんだけどね、ふかし芋か、ふかし芋みたいな感じ。おいしい。うまい、美味しいです。では牛鍋いきたいと思います。お肉の見た目の色がすごいけどね。美味しい。こういう味を食べてたんだろうね。何かの味に似てる。なんならなんかホルメン、言えてない、ホルモン系の味がするな。柔らかいかな。いや今回買ったお肉すごく安かったので、多分これ良いお肉にしたら柔らかいかもしれないけど、味はとっても良いです。ネギもいただいてみたいと思います。ネギと味噌が一番合う。いきましょうね、ご飯。美味しいのに、美味しいのに箱の味がする。ユッキーにさ、あの木のさ、あのコレクトボックスみたいな、なんか ここら辺にあるオタクグッズをこう入れる箱みたいなのあるじゃないですか。あれを洗って使ってるんですけど、その箱の味がする、ご飯に。なんか小学校の図工室みたいな味がする。もうご飯が図工室になっちゃった。でも上のお肉美味しいからいける、食べよう。お酒も先にね入れるのがいいかもね。圧力鍋で作ると私もね5月に引っ越しだったから、ちょうど今頃、もう今過ぎた頃ぐらいから荷物をまとめたりとかして大変だったかも。時間が経てば経つほど、あの図工室の香りが、なんか香りが なんだろう立ってきたね。今回だから前は割と都心っていうか、すぐに都会に出れるみたいなところに住んでたんですよ。でしかも駅近絶対みたいな感じだったんですけど、今回はもうあの遠くてもいいし、駅から歩いてもいいから広いところに住みたいと思って離れたところにしたんですよ。だからもう公園が目の前にあるぐらい、ちょっとあの自然が多いところにしちゃったんですけど、その分あのなんだろう、部屋も広くできたし、同じ金額でよ、同じ金額で部屋も広くできたし、キッチンが広いのが重要だったの。あの今日なんか1年以上ぶりにやったのになんだけど、料理配信を
たいな、そうだって人の前で配信してると料理するしかないから上手くなるかなっていう理由ってと、なんか美味しいものを作れるようになりたいっていうのがあって、そう広いとこにしようと思ったのに、やっとこう1年越しにやっと料理配信ができたみたいな感じなんですけどね。ほうほう。うん、でももう牛鍋のお肉ももう最後の一かけになってきました。耐久レースみたいになってるね。じゃあお肉最後いただきます。ちょっと多分喋れなくなると思います。いきます。一番最後のね、一番最後の肉が一番お強いんですけど、でも食べ終わった。でも本当に見た目が汚いからちょっと見せれないんだけど、完食いい感じです。ごちそうさまです。あ、味噌汁も飲もう。味噌汁は大変甘く美味しくできました。これで煉獄さんの誕生日をフライングでお祝いできたかなと思います。ちょっとね、ケーキはねこの量はまらないと思うから、食べれるタイミングになったら食べようと思います。だから妹が帰ってきてから食べようかな。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。いちご最高すぎる。